やっぱりね、ホワイトって曲はね、なんか、浜崎あゆみと誰かが歌ってるんでね、誰かが知らない人がね、歌ってるんで、ちょっとやめとこうかなってなってね、ワンっていうアルバムの中の、6曲目のずっとっていう曲が良さそうなんでね、永井真理子のずっとじゃないですよ。浜崎あゆみのワンの、ワンっていうアルバムの中の6曲目のずっとって曲があるっぽいんでね、なんか良さげなんでね。永井真理子のずっとじゃないです。「気にするよ」
これね、永井真理子のね、永井真理子の方はね、ずーっと、ずーっとねー。だけど、浜湯のずっとは、ずっと、ずっと、私だけの、セーフ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 。一応セーフ、セーフ、一応。セーフ、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 セーフ。あ、セーフ。セーフ、チャレンジ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 。じゃあ、一回アウトして、一回アウト。チャレンジ、チャレンジ。どうかな。もう一回リプレイ検証してみましょうね。永井真理子の方がね、ずーっと、ずーっとねー、でしょ。で、浜あゆが、ずっと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 、私だけの。うん、セーフ！チャレンジは、失敗。セーフ、セーフ、あれ、どっちが、どっちで、あれ？まあ、いいや、セーフ、チャレンジ成功か。セーフ、セーフでした。セーフでした。もうこれはね、全然セーフですよ。これは、ああよかったよかった。ああよし、まあこれ買ってよかった。 R1 っていう曲もアルバムもね、アルバムの中のずっとなんですね。これは R1 もの多分名曲がいっぱいあるんじゃないでしょうかね。ちょっと全然聞いてないですからね。よし。